はい、どうもお疲れ様です。ズーム対談品田さんとね終わったわけですけども、今回のテーマは生活保護でも年収1億円ということですよね。このタイトルはねすごくキャッチーなんですけども、生活保護を受給されている方、いろんな事情があると思いますけども、手に渡る収入ってのはそんなに多くないわけですよね。生活保護費だけということで基本的になってますから。で、仮に何らかの収入があっても、それは生活保護を受給されている方のね、関係で、収入がちょっとね没収されてしまうっていうね、悲しい現実があるかなってとこです。これは対談の中でも話題出てきましたけども、でも視点を変えるとね、サラリーマンとして毎日朝から晩まで一生懸命働いて、上司や先輩に小突かれて、顧客に無理難題を押し付けられて、後輩のサボりにね、サポートしなきゃならなかったりとか、そんなね、ギリギリで働いてらっしゃる多くの労働者の方っていうのは、自分の所得の半分、これはね没収されてますからね。そう考えていくと、生活保護だけが稼いだお金を没収されてるわけではなくて、実はね働いてる方ですらみんな没収されてるんですよ。国民負担率っていう言葉もあるんですけども、私も込みでですね、自分が一生懸命稼いだお金の半分はなぜか消えるっていうことになります。365日1年間毎日働いても、そのうちの半分180日は奴隷としてのただ働きと言ってもいいかもしれないですよね。それがこの国を支えてるといえば、なんとか我慢できなくもないですけども、残念ながら自民党のある特定の議員の裏金にね流れ込んでるということなのかなと思うと、非常にね悔しくてやってらんないなっていう思いもあります。ちょっと話がずれたんですけども、私のこともねちょっとズーム対談の中でお話ししましたが、根底にある私の心の声の中に当時あったのはね、こんなの死んだも同然じゃないかっていう、そんな心の声がずっと私を突き動かしてきたんですよ。例えばね、お腹が空いたなと思っても、コンビニの裏にあるゴミ箱の中にある廃棄のお弁当をこっそり盗んで食べるしかなかった広島中区本通りにいた時代ね、35を過ぎた私がですよ、もう親には聞かせられないですよこんな言葉で。ロッテリアってよね、ハンバーガーさんがあるでしょ、あそこの廃棄のパンをホームレス仲間が、ここはここにこうやって置いててくれるから、俺たちのために置いててくれるから、これを分けて食べようぜみたいな感じで、週に2回火曜日と木曜日はそこに置いてあるパンをね取りに行ったってことです。時に廃棄なんて全くなくって何もない時もありました。そんな形でね、ゴミを食べて生きていた時もあったわけですよ、この私がですよ。でも俺は絶対金持ちになってやる、今日はたまたま金がないだけだっていうふうに自分に言い聞かせてましたね。いや、まだまだね当時のことを言うとね話が尽きないんですよ。ただね、私はねそういった自分がどん底にいたってことをね、なんか美談にしたくないなと思って、あんまり言いたくないんですよね。そればかりか、当時金はなかったけども、その分夢があったなと、俺に金を与えたらこんなことができるんだぞとかね、俺に権限を与えたらこういうふうにしてやるぞみたいなね、野望は頭の中にずっとありましたね。でもそのお金も権限もなかった当時ってのは、こんなの生きてるって言えるのか、ただ死んでねえだけじゃないかみたいにね思ってましたね。そういったこと、心の声がね頭の中をずっと駆け巡っていたわけですよ。で、いろいろあってホームレスは2年間やりました。広島に平和公園ってあるでしょ、あの原爆のね、あそこで2年間暮らしてましたよ。これね、当時私を知る人の中ではね、一つの逸話としてあったんですけども、あの郵便物が平和公園に届くっていうね私に何かね、手紙などね小包など送りたい方は広島市平和公園でそれで届いたというねそんなこともありました。今でも多分届くんじゃないですか。なんか公園を住所とするっていうのは、なんか別にね他にも例があったみたいだったんでね、そんなこともありましてね、30代後半をなんか訳の分かんないような人生を過ごしてしまいました。故郷に錦を飾るって言葉もありましたけども、とてもじゃないけども親に合わせる顔がなくって、私はもう家には帰らないものと思ってましたけどね。でもこんなの死んでるも同じじゃないか
ていう考えの中、やっぱね、今までやりもしなかったことに挑戦していくことによって、今まで見えなかった自分の姿が見えてきたりとかね、今まで見えなかった世の中が見えてきたりとかっていうのがありました。まあそれがね、いわゆるネットビジネスだったかなと。インターネットで情報発信することによって、まあいろんなね、批判も浴びましたけども、未だに浴びてますけども、でもその批判すら私の生きる糧になったかなと思います。うん、例えばね、ネットビジネスなんてやめておけとかね、ネットワークビジネスとかもねやってましたけども、もうやめておけとかね、何かをすればやめておけっていう人がいるわけですよ。でその人に聞いたんですよ。じゃあ何をやったらいいですか逆に聞いてみたんですよ。そしたらね、やりたいことをやればいいんじゃないのって言われました。ネットビジネスがやりたいことなんですよ。お金を稼ぐのがやりたいことなんですよ。まあ、それ以上その方がね、何も言いませんでしたけどね。結論、その方の言う通りに、やめろと言われてやめていたら、今日の私はなかったかなと。今日の私どころか、私の命はなかったかなと思いますね。で、当時私はね、物を盗んででも生き延びてやるっていう気持ちがありましたけども、いや、盗まなくてよかったと、今では思いますね。さあ、いろいろとお話したんですけども、品田さんがね、ズーム対談に応じてくださって、なんとね、ズーム対談のうちに、スーパーチャットじゃないですけども、入金があったそうですね。ズーム対談を見てくださった方が、投げ銭をくれたということらしいです。いや、品田さんすごいですよね。私、投げ銭なんてもらってませんからね。品田さんの方に、売り上げの軍配が上がったってことですよ。まあ私はその場所を設けて、まさに品田さんをズーム対談中に稼がしたっていうね、私の実績がついたかなと思えば、しめしめというところでございます。そして今回のズーム対談、主には速稼塾の塾生さん、そして私の動画の視聴者さんが集まってくださいました。その形は品田さんの成功を応援する方ばかりだったかなと思います。だから品田さんね、味方だらけじゃないですか。しかもアンチコメントなんか書いてる二足三文のそんなやつらじゃなくてね、力強い味方が品田さんの方にたくさんついてるんじゃないですかね。私も含めてですけどね。品田さん、いけますよ、うん、グッドじゃないですかいや、私もね、今回何らかのお力になれたんだったら嬉しいなと思っております。それじゃあ、また。